自由対流高度とは、熱力学ダイアグラムにおいて、環境温度と空気界の温度が一致し、それ以降は浮力のみで、空気界が上昇していけるようになる、高度のこと。熱力学ダイアグラム上の LFC 空気界を断熱的に上昇させていった結果持ち上げ、凝結高度に達すると、水蒸気が飽和して凝結し始めて、雲が成長する。LCL に達して、 以降も空気界をさらに上昇させると今度は質準断熱現率に沿って緩やかに冷やされていくことになる。やがて空気界は周囲の空気の気温と一致する地点まで来る。これが自由対流高度である。自由対流高度に達してさらに少し持ち上げられた空気階はそれ以降しばらく上昇しても周囲より常に暖かい状態となる。これにより空気階は 自身の持つ浮力のみで勝手に上昇し続けるようになる。この状態は平行高度に達するまで続く。自由対流高度が低いと低い高度から積雲や積乱雲の成長が促されることになり、大気が不安定であることを意味する。自由対流高度から平行高度までの大気層を自由対流層という、ありがとうございます。